はい、やってまいりました。ミダリオの音楽堂でございます。ゲストは木影拓也さんです。ということで自己紹介お願いします。はい、エレテック時短週末回顧劇の木影拓也と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、前回の、配信では、エレテックアバンチューからエレテック異端週末回顧劇解明されたということで、その辺のね、お話とか音楽とか、ね、いろいろ語っていただきましたが、今週はこの2人のまあ共通点とかね、まあもちろん見てる方も特に多いんですけど、90年代のビジュアル系というものを改めて語っていこうかな。2000年代の話を、2000年代もちょっといきます。まあこの番組ももうちょっとね、3月いっぱいで終わってしまうので、私もこの趣味もちょっとね入れていこうかなというところで、今回の企画は90年代そして2000年代と懐かしい音楽をちょっと語っていこうかななんて思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。まずはライブでね、以前きっかけ先生はもちろん知るきっかけっていうわけじゃないんですけど、より興味を持ったのは以前マルチミデルをやられましたよね。そうですね。あれはナルシスでしたっけ？あ、マルチミデルの曲をカラオケで歌いました。あれカラオケでしたっけ、あの時は。カラオケっていうか、まあ、オケは、まあ、自分で用意して、その時だったのってのは、オルボワールっていうシングルと月下の野草曲です。懐かしいですね、どちらもメジャーデビューしてからも。でも特にあの月下の野草曲なんかはテレビでね、出てたって歌ってたからまたみんな知ってるみたいな。これはもう超有名ですね。超有名ですね。マリス・ミゼル、やっぱり、まあ、影響っていうか、受けましたね。マリス・ミゼルね、そう、僕ちょっと遅いんですよね、本当に。なんつんだろう、2015年ぐらいに、マリス・ミゼルを研究 したんですよ。もうでも、そうですね、活動休止してからもう15年ぐらい経ってます。あので、2018年かな、トゥースピットでね、あ、やりましたね。そうですね、ボーカル上条さんやひとみさんとか、あのサポートのねボーカルで、まあ、私も見に行ったんですけども、あのやっぱね、改めてあの世界観とかね、今でもフランスで復活してほしいバンドナンバーワン、これ本当なんですよ。そうですね、これあの、ダダ様から来ました。まあ、あのタイツとかね、あの衣装を作ってる、あ、はい、ダダ様が、ダダ様はあのフランスとかでもちろんライブもちろんやられてるんで、まあ、ベルベット・エデンというねバンドやられてるんですけど、でそこでフランスとかで聞いてきたんだけど、復活してほしいのは今でもマリス・ミゼルだと言ってて、まあ、ネットもそうですけど、やっぱり昔から好きな人が多いらしくて、まあ、私も、まあ、もう本当年バレちゃうんですけど、横浜アリーナのメルベイユのツアー行きましたね。伝説のね、伝説の最後飛んでっちゃったって、いろんな意味で飛んでっちゃったっていうねメンバーも最後空に飛翔するっていう、あれはでもすごかったですね。あれもまあ DVD で何十回と何百回でもかな、もう出だしからすごかったです。聖歌隊で入るかと思ったら、あ、そうですね、あれのシャンドーンってみんなヘドバンなんですよ。これはね、圧巻でしたね。あれはそうですね、やっぱり2015年からそれをまたっていうのはすごいですね。なんか何やってんだろうと今思えばね、まあ、思いますね。現在はね、まあこれなんかね、服ショップのそういうのやったりとか、ね、これは2003年のショップで手に入れられるというね、あとカレンダーっていうのをちょっと取り出してきたんですけど、いや、今でもね、やっぱりゴシックとかそれロリータとかになるとママ様っていうのは絶対ですからね。ゴシックってね、定まってるよと、あんま定まってないジャンルで、いろんなね、バンド調べましたけど、そんな定義がないんですよね。ああ、なんかそれは、あのそれこそさっきも言ってたんですけど、ダダ様を持ってます。ああ、でしょうね。あるようでない、ないようである。それがゴシックだ、みたいなことを言ってまして、なるほどねと。ゴシックな服装をしてやってますだけではないんですよね。あ、精神ね。これはあのまたいろいろ出してくるんですけど、スピード ID のユーロさんも精神だと。ああ、はいはいはい。ゴスは精神だと。服だけじゃないと。おっしゃってましたか。はい。さすがスピード ID 違うなと思って。そういうね、結構最近先輩方のそういうの見ると、やっぱ
なるほどねって思うところはやっぱありますもん。あの今でそのマリス・ミゼの話になるんですけども、例えばあそこがじゃあヨーロッパの形式美だけかっていうと、こういった、ね、医療系もやってたりとか。そうですね、マリス・ミゼルはそもそもバンドコンセプトが人間とはっていうところからですかね。そこを突き詰めていく中で、まあ、ヨーロッパのそういう様式美も入れつつ、まあ、エナメルのともありましたからね。いやあそこはあれですよ、もう、うん、みんなのやりたいことをミックスさせてまとめたみたいな、うんうん、そうですね。先ほども出ましたけど、オルバールとか月下の野草曲のね、そういうイメージが取り沙汰されてますけど、うん、実はあの、まあ、3代目のボーカルになってからのクラハーさんになるとまたちょっと違ったりとかもして、あっちになると短尾色が強いのかなと思います。そうですね、うん、まああの服飾、いよいよそのマナさんもそのデザイナーとしての本領も発揮するようになったんで、うん、初期だとあの初期中期とかになると大場さんというね専属のデザイナーさんがいるんですけど、だん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 マナ様も衣装についていろいろ言うようになったりとかなんかなったりしてる。そのインタビューとか持ってますね、写真集。すごいですね、本当に。 あれも行きましたよ、クラハさん加入の武道館 2days。 すごいですね、あれもすごかったですね。武道館にでっかい聖堂立ってました、ね、教会いくらかかったんだよ、ね、それはマジですごかったですよ。バルコニー、それこそお芝居仕立てでバルコニーで歌ってました。へぇ、もう本当にあのただの立体的なんじゃなくて本当の聖堂を作ってた。ねえ、本当あの時代だからこそできたんじゃないかなとは思います。そうですね、マリス・ミゼルすごかったですね。なんかやっぱり影響を受けたっていうか。そうです、僕でもあれですね、うん、そのどちらかというとまあ GACKT さんいた時期が強いですね、うん、ああ、うん、なるほどね。僕ちょっと短尾に行こうかなって思った時期もあったんですけど、うん、100% なれなかったなって、うん、というのはそのラレーヌさんとかいるじゃないですか、はいはいはい、あの辺あんま通ってなくて、あ、うん、実は上条さん、そうですね、まあ、上条さんもすごい、まあもうそれこそマナ直系のマナ弟子ですからね、当時ローディーを出て、あーらしいですね、うん、でもまあ後にベルサイユとかね、メタル色をさらに入れてなんて、ベルサイユは素晴らしいなって、すごかったですね。今年になって、はい、ちょっと90年代2000年代、うん、結構聴いてて、うん、でね、ラピュータ、おお、いいですね、うん、とラクリマクリスティ、おお、いいですね、うん、黒夢、おお、カリガリ、お、うん、すごいの来ましたね。ビジュアル系ではないかもしれないけど、陰陽座、ああ、まあ、メタル、まあそうですね、うん、当時はあれビジュアル系のイベントも出てましたからね。ああ、そうなんですよ、すごいですよ、まあ、まあその、はい、なんていうんだろう、ここに当てはめましたけど、うん、あと犬神サーカス団、うん、はい、うん、当時2枚行きました。ライブ行った話ばっかり、犬神サーカス団と陰陽座の犬対猫っていうタイトルのライブ、へえ、サイバーかな、ほら、犬神サーカス団は犬、犬神の犬、はいはい、あの陰陽座は皆さん猫の名前だから、あ、そっかそっか、確かに犬対猫っ ってこうお互いの曲やったり、へえ、それもすごいな、うん、いやどちらも歌うまいですから、ね、まあそうですね、うん、いやすごいですね、なんかでもか、ね、あとちょっとずれんのかな、うん、サグさんとか聞いてた、おお、うん、また急におしゃれでポップなの来ましたね。なんかどんなバンドいたかな、影響受けたかなって、うん、ねほりはほり、うん、調べていって、うん、その中でね、あの、うん、黒夢ラピュータは僕、はい、今でもなんかパクれるなって気づきます。パクれるな、まあでもその世界観含めてのやっぱりすごいですよね、圧倒的なものっていうか、なんでしょうね、うん、まあカリスマ性やっぱりアキさんもそうなんですけど、うん、清原さんもボーカルがちゃんと顔として成立してるんですよ、確かに、やっぱり、うん、あのもちろん演奏陣ももちろんしっかりしてるんですけど、うん、何よりあのビジュアル系、そのビジュアルってもののアキさんだったらもう長い髪、そして黒い服、うん、はいはいはい、とか清原さんだったらもう突拍子もないことをするみたいな、あ、はいはい、そういう顔になるっていうかね、絵になるボーカリストっていうのはやっぱりその2人はやっぱすごい、私も、なるほどね、そこはそうですね、どんな路線も特にラピュータなんて
十何年の歴史の中ですごいダークなゴシックな音楽から入ったところから急にデジタルになったり、うんそうですね、中盤になったりすると、でもラピュータの色は消えないですよね。アキさんの個性がちゃんとしっかりボーカルがしっかりしてるから、うん確かに。それはあのクロエムもやっぱ最初はやっぱりデッドエンドとかそういうデランジェとかちょっとそういうの影響を受けてんのかななんてね思うんですけど、最後の方すげえパンクになって上半身裸になってボイボイ言ってるとか、うん、あれはね確かにそれもすごい変わりですね。でも音楽性とかいろいろ変わってるかもしれないですけど、ボーカルの芯がすごい変わってないっていうのがあるから、うん、やっぱ見れたりとかブレが感じないんですよね。なんか貫いてるっていうか、うんね、なんかよくあるじゃないですか、なんかおしゃれ系にちょっと移行したらなんか違うなっていうか、バンド名から変えてメンバー同じだけどバンドのそのコンセプト変えて、うん、だけどなんかそこからファンが急に離れちゃったりとか、はいはい、なんか人気が落ちたりとかするんですけど、さっき言ったその2つはたとえスタイルを変えてもちゃんと動員とかも含めてついてきてるし、新たなファンも取り込めてるんですよね。そこが、そうなんですね。やっぱそこら辺はすごい、あの黒い目なんか特にそうだ。ああ、まあ、そうかそうか、そういうことか、うんうん、僕当時から聞いてたわけじゃなくて、うん、あの掘り下げて聞いた派なんで、はい、その辺は知らなかったですけど、ね、そうですね、まあ、私は逆に生き響き的になんかそれをリアルタイプもうどうした清原さん急にすげえなと思ったんだけど、やっぱりさっきも言ったボーカルとしての顔というかね、芯というものを持ってるから。それでもあのタケルさんとかサグのタケルさんも絶対自分ってものを持ってるから踊ったりとか、まあそうですね、可愛い服とか着ててもちゃんと絵になるし、それにちゃんとファンはついてきてますからね。それはやっぱりすげえなと思いますね。なんか今年一番多分聴いてるアルバムが、うん、あのリル・アングレ2011年に発表した、うん、ダムスペリオスペロかな、うん、DSS ってアルバムなんですけど、あれを10年前にやってるっていうのは、9年前か10年前か、うん、2021年、あれ、うん、すごすぎて。そうですね、もう全米ツアーもしっかりやっていこうぜ。2011年ぐらいになってコーンさんとかね、コーンさん逆にディラングレー一緒にやろうぜって言ってくるって。へえ、そうなんですか。コーンとあの一緒に回ってるんですよ、アメリカ。へえ、あ、コーン、あのコーン。そうですよ、コーン、あのコーンか。ブラザーコーンじゃないですよ、はい、あのちょっとね、白夜さんの放送を見てる、実はそのコーンさんからも、あ、コーンさんとやってるびっくりした。コーンさんとも確かに対バンしてましたけど、コーンです、アメリカのバンドのコーン。コーンね、はい、コーンさんは確かにびっくりした。ジョナさんね、はい、そうです、コーンさんとももちろんあの当時はディラングの前のバンドラサディとラムールはね対バンもちろんしてるんで、あ、はい、もちろんそれはコーンさんと対ツーマンとそれそれでまあそれもね、90年代らしいお話というか、そうですね、あの頃のそれも好きですね。オブスケアとかあの辺りからグロテスクなものも行ったりとか。いや、まあそうですね、なんかそのまずバルガーってアルバムで、ああ、なんかその A メロ、B メロ、サビっていう概念ぶち壊したんですよ、うんうん、そこからデスボー中心の世界、うん、あの曲構成になって、うん、でそのさっき言った DSS やったろ、うんなったらデスボー何種類も使ってて、プラスミックスボイスと、うん、ホイッスルシャウト、うんうん、そういうのを1曲の中にめちゃめちゃ組み込んでて、それを10年前にやってるっていうのはすごいな、うん、後にじゃあ好きな先生もちょっとやるかも、わかんないですよ、ね、これ楽しみということでしてね、はい、そうそう、お時間でして、はい、もう今回は本当語るだけなので、まだね、ライブとかの情報はですね、ツイッターやってますので、はい、チェックしてみてくださいお願いします。ということでね、はい、本当に2週にわたってお話いろいろありがとうございました。ありがとうございました、はい、またどこかでちょっと番組終わっちゃうんですけど、今後ともよろしくお願いします。まあそうですね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ということで、ゲストは菊田拓也さんでした。それでは、みんなにお願いします。また来週。Tokyo Borderless TV.